はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯にしてまいりたいと思います。本日11月9日、木曜日、でございますね。19時、26分あ、いたあったあった、携帯ぶつけちゃったね、いやホットモット、ホットモットでございます。ホットモットのね、カツ丼大盛り、カツ丼の大盛り買ってました。そしてこれ今日これ買った、ね、グレープフルーツ味が、あ、濃いめのグレープフルーツサワー 20% あんまりこういうのね買ったことないのよ。いや、まあ、20% オフのシール貼ってあったからさ、これね、アルコール入って 25% アルコール入ってる、あのアルコール、なんていうの、ジュースじゃない、グレープフルーツサワー、はあ、グレープフルーツジュースの匂いする。じゃあ当たり前だよな。あ、入れすぎたかな、まあいいか。25度だもんな。まあこんなもんか。ウイスキーじゃないんだからこんな冷やさなくてもいいんだよね。グレープフルーツさ、居酒屋なんかでね、こう絞ってさ、絞ってさって入れてるやつもあるけど、グレープフルーツサワーなんか、あれ YouTube でグレープフルーツサワー飲むのって、初めてじゃない、私。それではグレープフルーツサワーいただきます。アイス、抜群にうまいね、このグレープフルーツは。これカンカンのさ、缶のさ、ね、グレープフルーツサワーチューハイのさ、あれの100倍うまい。100倍って言い過ぎだけど 2.5 倍ぐらいうまい。あ、これ美味しいわ。あ、原料でグレープフルーツ果汁が一番最初に書いてあるから、グレープフルーツ果汁がいっぱい入ってるの。それとウォッカなんだね、これね、焼酎じゃないんだね。いや、まあまあまあ、カツ丼食べましょう、カツ丼ね。それでは早速カツ丼開けてみたいと思います。おー、あったなんか、久々だね、ホットホットのね、カツ丼もね。だからキムチ買ってね。このね、キムチをですね、カツ丼に乗せる。カツ丼に乗せて。キムチカツ丼。キムチカツ丼ってこれほんと、結構あるのよ、キムチカツ丼ってメニューが、お店によっては。で、どこやって買った、ほらほら、もうお野菜いっぱいよ。いいじゃない、キムチカツの。では早速、こうやってキムチとね、カツを一緒に。いただきます。もうキムチカツ丼最高。抜群にうまい。これはいい。うん。ご飯が熱々、買ってきたばっかりだから。グレープフルーツサワーうまい、これ。久々に飲んで、久々にグレープフルーツサワーってものを飲むからかもしれないけど、
美味しいね。ああ。うまっ。うん。やっぱカツ丼だな。いや、明日も早出なんだよな。明日も早出か。頑張りましょう。ね。ね、しっかりね。ね、頑張りましょう、ほんとね。プラスカラー、プラスカラーよかった。昔は結構プラスカラーで3つとかにしてくれたんだけどさ、あまりこう YouTube に出すから3つにもしてくんないか。からあげたきなこれ、あ、今ハニーマスタードよ、ハニーマスタードか。このホットモットの唐揚げって、唐吉とか唐山とかさ、唐揚げチェーンあるじゃん。あれらと比べて本当にいい勝負してると思うんだけど。おお、うまっ。なんか、総理大臣とかさ、あの給料あの増額するっていう法案が通ったじゃない。で、給料が増額されるだけど、岸田さんはそれを返納するんだって。そんなさ、返納しなくていいからさ、
なんかいい仕事をしてほしいよね。美味しかったね。はい、あ。ホットモットのキムチ最高。カツ丼も最高。で、久々に飲むグレープフルーツサワー最高。美味しかった。ごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。